はい、こんにちは、ブルホスです。今日はちょっと面白い話ですよ。エロ漫画って悪影響があるの？っていう話ですね。で、今ちょっとね、息切れてます。興奮してるんですよ。違います。つい、ほんの数秒前まで筋トレをしました。すぐ撮ってます。はい。で、まあ、少年漫画ですよね。で、ジャンプの創業者について、まあ、書かれていた面白いブログがあったので、それを今日ご紹介していこうと思います。ね、今回は漫画のエロ描写っていうのは、子供にとっては悪影響だ、性犯罪の可能性を高めるんじゃねえか、についての話ですね。まあ皆さんどうです？エロ漫画好きです？ねえ、まあ少年の頃ね、小学校、中学生くらいの頃なんかっていうのはやっぱり漫画のね、ヒロインの下着が見えたりしたら、はぁーって興奮したりなんかした人もいるんじゃないでしょうかね。で、まあ、ジャンプでのね、お色気が多いシーンの漫画を取り上げて話をしてたんですけど、まあ、例えばですけど、いちご 100% とかね、トラブルとか、まあ、揺らぎそうとか、揺らぎそうなんか最近ですかね。うん。他にも、例えば、プリティフェイスとか、まあ、そのエロ描写はめちゃくちゃ多いわけじゃないですけどね、僕たちは勉強ができないとか、最近の漫画だったら、そういうのがあるかと思うんですけどね。まあ、いちご 100% はね、もう王道ですよね。まあ、あれに関してはこっちはね、トラブルはなんかこうはちゃめちゃなイメージですけど、一応 100% に関してはもうしっかりと恋愛ですけどね。あのあれですよね、ヒロインたちが東西南北で、その中心に主人公のマナカっていう子がいるっていうね、全部漫画持ってたんですけどね、なんかある時なくなってました。まあ、それはいいや。で、まあ、僕が子供、僕今28なんですけど、子供の頃っていうのは平気で、まあ、20年前くらいですよね、志村けんのバカ殿様とかなんかではもう女性の胸がテレビで放映されてたりとかっていうのは、まあ、普通にあったんですよね。まあ、それがまあその頃と比べると、まあ、今はすごい規制でね、絶対胸なんかは映らないですし、まあ、それと比べたら漫画のエロ描写っていうのが、まあ、悪影響になるっていうのはちょっと苦しいんじゃないかっていうのが、まあ、意見としてはあるんですよね。で、否定している人たちの言葉っていうのをね、あのポルノ表現は悪しかないみたいなことをこう言っている人たちの主張っていうのを拾い上げたとしても、どうやらその否定している人たちが個人的にそんなん出てくるのが嫌だからみたいな感情論だけで否定しているっていうデータが結構多いんですよ。なのでちゃんと悪影響があるのかどうかっていうデータが出てるみたいなので、ざっくりと見ていってそれで判断しようという今日の話になります。まずは性描写反対派に有利なデータですね。要はポルノを禁じるべきだって言ってる人たちに有利なデータなんですけど、これはウィスコンシン大学っていうところで、メディアの性犯罪と性、ごめんなさい、メディアの性描写と性犯罪関係するのっていう話なんですが、ポルノに関する視聴量ですね、まあ、ポルノをどれだけ見るかっていうものと、性的な行動っていうのがどれだけ変化をもたらしているのかっていうのを調査していきました。で、結果としては、ポルノを多く見ている人ほど、攻撃的な性行動、まあ、いわゆる、女性を襲ったりとかっていうね、あるいはそういうことを考える人が多い傾向が高かったということなんですよね。で、メディアによる描写っていうのは、有害な影響を与えるかもしれないっていうのが出たんですよ。ところが、この研究には、実は問題点っていうのがあって、観察してみた結果、調べ方自体にそもそも問題があるんじゃないかっていうことなんですよね。例えば何かっていうと、ポルノを見たせいで、ね、その性的な表現を見たせいで攻撃的になるのか、もともと攻撃的な性格の人がポルノを好きなのかって、どっちかわかんないよねって、因果関係がごっちゃなってるよねっていう話です。それから、セクハラな声かけレベル、軽度な性犯罪も含んでいるんで、結果が大げさに出されている可能性が非常に高いっていうことなんですよ。え、それまで性犯罪に含んじゃうのみたいなね。まあ、セクハラっていうのは今時はもう軽犯罪になっちゃうのでアウトですけど、あとはいろいろな国で行われているので犯罪統計を取っているっていうのが非常に煩雑だっていうことなんですよね。以上のことを踏まえて、残念ながらこの性描写の多さ、見ている量と性犯罪を犯す傾向っていうのが関係しているよねっていうことはちょっと言いにくいなっていうデータではあるんですよ。まあ一応これは反対派に有利な意見ですね。じゃあ今度、性描写は別に悪影響ないですっていうのに有利なデータなんですけど、これは4カ国で20年間の性犯罪のデータを取ったものですね。結果としては、メディアが性的な発信をしたとしても、性犯罪発生率が高まった事実っていうのはなかったですよ。っていうことなんです。で、ある国ではむしろメディアによる発信のおかげで性犯罪発生率が下がった
っていう話なんですよね。これある国っていうのはもう今 ないんですけど、ね、西ドイツっていうね、どんだけ昔の話なんて感じですけど、もう30年くらい前ですかね、うん、で結論としては性描写をメディアが発信したからといって性犯罪の増加という事実っていうのは喜ばしいことに見ることはできませんでしたよっていうことなんですね。でちなみに日本では1999年に23年間の性犯罪とメディアの普及度っていうのを比べるとメディアの普及度は増えているんですよ。実はその過激かどうかっていうのは別にしてね、 性的な描写っていうのは実は増えているそうなんですよ。え、そうなんだって思うんですけどね。で一方で性犯罪の件数っていうのは低下し続けてるんですよ。だから今日東京都がその9歳の異性のお風呂に入るのは9歳以下かっていうのは、だから男の子、小学校3年生とかの男の子が女風呂に入るとかっていうのは規制してたのを、それを小学校からダメにする。要は6歳以下を対象にするっていう、なんか条例を作るっていうニュースが上がってたんですけど、まあそういうのを、まあ、規制していくのはいいんですけど、うん、別にだからといって性犯罪の件数が低下するかっていうのは全然関係実はしてなかったっていうことなんですね。で、ここに関して僕が言いたいのは、カムバック藤子ちゃんのおっぴーなんですよね。90年代の藤子ちゃんに関してはね、もうどこかのワンシーンで絶対出てきてたんですよ。ポローンとお豆ちゃんとピンク色に包まれたものが、うん、ところが今はもう下着姿までが限度っていうところですよね。あるいは谷間見せるだけとかね、カムバック藤子ちゃんって感じなんですよね。あ、こういう考え方をしてる人が性犯罪を犯すかもしれないですね。僕は多分大丈夫だと思うんですけど、で何が言いたいかというと、過度な規制が助長するんですよ。何をっていうと、皆さんもどうでしょう、経験ないですかね。例えば親からあの部屋に入っちゃいかんとか、この箱を開けてはいけないって禁じられたことが余計に気になってしまって部屋に入ってしまったりとか、箱を開けてしまった経験、ね、とか多分ある方多いと思うんですよ。で人っていうのは禁じられたり抑えられたりすると、もう余計にやりたくて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 しょうがなくなるんですよね。で性的なことっていうのも普段から触れる機会がないと妄想との現実の乖離っていうのが大きくなってしまうかもしれないんですよね。だから禁欲についてっていうのはほどほどにしておかないと逆にそれをやっちゃう、助長してしまうかもしれないんですよ。だから性メディアの規制じゃないや、触れる量が少なかった昔と触れる機会が多くなった今とで性犯罪の発生件数っていうのが逆比反比例しているっていうのはもしかしたらそういうことかもしれないですよね。で助長してしまうかもしれないですよ。つまりでこれに関しては余談なんですけど、結局風俗とかキャバクラにハマる人っていうのはお金持ちとかっていうのを除いてですよ、もともとモテていて女の子の扱いに慣れている人よりもモテなかったとかそういう体験がなかったっていう後者の人の方がハマってしまう傾向が高いんですよね。要は現実世界でも生やされなかったから、まあある種その夢の国じゃないですか、キャバクラとか風俗ってね、そういうのにハマっちゃうっていうことなんですよね。だから別にエロいものを進んで見ようとかやろうとかっていうことをそういう必要はないんですけど、適度にエロに触れておくことっていうのは大事になりますんで、ジャンプの作者の皆さんはぜひですね、規制せずに思うがままに作品を手掛けていただくのがいいのではないかなと思います。逆にね、ある年齢を超えたらそういう体験をどんどんしていくのに、それが早いとか遅いとかっていうとか、なんかふさわしくない不潔だって言ってる親は、じゃああなたたちはどうやって子供を産んだのっていうことなんですよね。当然それが悪い方向に行っちゃいけないですけど、それがあたかもそもそもなんか悪いみたいな方向で子供に教え続ける方が、あの逆に害悪、悪影響を及ぼしてしまうので、その伝え方っていうのを親が考えて、周りがのメディアが発信するからうんぬんっていう他責にするんじゃなくて、自責として親がどう伝えるかっていうことをしっかりと重要視して子供とのコミュニケーションっていうのを図ってもらうということが大事ですよという、そういうお話でございました。ということで本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。